こんにちは。どこにでもいる普通の女の子の霊夢だよ。今日は学校で数学の授業があったんだけど、分数列っていうのが出てきて、先生が何を言っているのか、さっぱりわからなかったよ。でも同じクラスのあの子はきっと理解できていたと思う。よし、あの子に歩行をお願いしよう。おい、立花ちゃん、立花ちゃん、立花ちゃん。こんにちは、数列系女子高生アイドルの立花だよ。立花ちゃん、今日の数学の授業がわからなかったんだ。霊夢にゆっくり解説してくれないかな。うん、いいよ。数列は苦手にする子多いよね。確かに中にはものすごく難しい問題もあるけど、教科書レベルの基本問題ならそこまででもないから、一緒にやれば霊夢ちゃんもきっと理解できるよ。ありおなしゃす。じゃあ学校の授業でも扱ったこの教科書問題をゆっくり解説するね。画面の向こうのみんなもゆっくり聞いていってね。これは自然数の列を群に分けてるね。一番は第 N 群の最初の数を求める問題だけど、各群の最初の数は一つ前の群の最後の数の次の数になっているよね。第3群の最初の数の5は第2群の最後の数の4の次の数になってるってことだよ。第4群の最初の10も第3群の最後の9の次の数だよね。自然数の数列だから当たり前といえば当たり前なんだけど、この問題はこの規則性を利用して解くんだよ。ふむ。つまり一つ前の群の最後の数を式で表して、それにプラス1すればいいってことだよ。一つ前の群の最後の数はどうやって表すの？これは自然数の数列だから、項数がそのままその数列の数になることを利用するんだよ。この数列では第1項は1だし、第8項は8だよね。確かに、ほぼかに。だから第 N 群の一つ前の群、つまり第 N-1 群の最後の項の項数を求めればいいんだよ。それは第 N-1 群までの項の数の合計と同じだよ。ほう。問題文に第 N 群には 2N-1 個の数が入るって書いてあるよね。あるね。よく読んでなかったけど。つまり第1群の項数は N に1を代入して1個、第2群の項数は2を代入して3個、第3群の項数は3を代入して5個って意味だよ。うん。こうやって第 N-1 群までの各群の項の個数を求めて全部足したら、第 N-1 群の最後の自然数が出るよね。 N-1 群までの各群に含まれる自然数の個数の合計を出せばいいんだね。そうそう。それじゃあ合計を出すにはどうすればいいかわかるかな？ある記号を使うんだけど。霊夢にわかるわけないよ。シグマを使うよ。残酷な天使のように少年よシグマになれ。各群の項数は 2N-1 個で、第1群の項数から第 N-1 群の項数までを全部足すから、こういう式になるよ。なんかこういう式の形見覚えあるけど解き方がわからないよ。分配法則みたいに展開して解くよ。シグマ K は初項1で末項 N-1 で項数 N-1 の等差数列の和だよね。シグマ1は1が N-1 個あるって意味だよ。シグマの計算はまた別で練習しときます。この計算結果が第 N-1 群の最後の数になるよ。なるなる。この1個字の数が第 N 群の最初の自然数になるよ。1を足せばいいだけだね。そういうこと。そして形を整理すれば完成だよ。なんかできた。試しに2、3とか小さな数を代入してみると検算できるね。検算って男塾名物かな。次に2番に行くよ。行く。群の中に入っている自然数の和を求める問題だね。各群の中を見ると交差1の等差数列になってるよね。群で分けてるけど、もともと自然数を並べただけだからね。だから等差数列の和を求めるのと同じだよ。等差数列の和はどうやって求めればいいのかな。初項と末項を足して項数の2分の1をかけるんだよね。その通りだよ。第 N 群の初項は1番で求めたよね。うん。あとは末項と項数が分かればいいのかな。項数は問題文にあるように 2N-1 個だよ。末項は初項に項数 -1 だけ交差をかけた数を足せば、
第3群を例に考えると初項5に 5-1×1 を足すと9になるよね。初項、末項、こうするが分かったら計算するだけだよ。計算するべし。ちなみに公式はもう一つあるからそっちを使ってもいいよ。なんかできた。やったね霊夢ちゃん。なんかできるようになってきた。それじゃあちょっとステップアップして章末問題もやってみよっか。どんとこいや。この問題だよ。いや、なんか難しそうな形してるんですけど。今の霊夢ちゃんなら大丈夫だよ。しゃあない、やるだけやってやるよ。1番からいくよ。10分の3は第何群の何番目の効果わかるかな。見たところの直感だけど、分母が10で分子が3だから第10群の3番目かな。うん、そうだよね。分母が群の数と一致してるよ。さっきの問題の応用だけど、つまり第9群までの各群の項数の合計が第9群の最後の数になるし、そのプラス1の項数が第10群の最初の項の項数プラス3したら第10群の3番目の項の項数になるんだよ。問題文に各群には N 個の分数が入るって書いてあるから、第1群の項数は1個、2群は2個、3群は3個、4群は4個って感じになるよね。その通りだよ。項数は自然数の数列になってるんだよね。交差1の交差数列だよね。1、2、3、4、5って言われてみればそうだね。つまり1から9までの自然数を全部足せばいいんだよ。楽勝じゃん。数が少ないから単純に足し算してもいいけど、一応初項1、末項9、項数9、交差1の等差数列の和の式でも出せるよ。そしたらこの結果が第9群の最後の項の項数だから、第10群の3番目は全体の項数で言うと第何項になるかな。3を足すだけだから48項だね。正解だよ。やったね。なんかめちゃ簡単だった。じゃあ2番をやるよ。やりまくりやりまくり。各群の項数は N 個ってことは、つまりさっき言った通り第 N 群の最後の分数の項数は N までの自然数の和と同じだよね。同じじゃあ、つまり第 N 群までの項数は初項1、末項 N、 交差1の等差数列の和だから、こんな式で表せるよ。そして第 N-1 群までの項数はこの式の N を N-1 にすればいいだけだから、こうなる。今回第100項を求めたいから、この2つの式で100を挟むよ。不等式だね。第100項は N-1 群の最後の項と N 群の最後の項との間にあるって式だね。これで第100項が第何群にあるか求められるよ。計算して整理するとこうなるね。理科理科よ。この不等式は何を意味してるんだよ。これはとある自然数とその前の数をかけた値と、とある自然数とその次の数をかけた値との間に200があるって式だよ。つまり連続する2つの自然数をかけて200に近くなる数を探そうっていう式だよ。連続する2つの自然数をかけて200に近くなる数だって。10×11 は110で、全然遠いし、 11×12 は頑張って探してね。わかったよ。13×14 が182で、14×15 が210になるね。そうそう、つまり N は14ってことだよ。第100項は第13群の最後の項より後ろで、第14群の最後の項より前ってことだよね。つまり第100項は第14群にあるんだよ。言われてみればそうかも。実際に13と14を代入してみると、第13群の最後の項の項数は9、11で、第14群の最後の項の項数は105だとわかるよね。そうだね。ってことは第100項は第14群の最後の項の5個手前だよね。霊夢ちゃん、第14群の最後の項はどんな数字になると思う？14分の14かな。そうだよね。そしてその5個手前だから分子を5引くと14分の9かな。正解だよ、霊夢ちゃん。できちゃったね。なんかできた。死ぬほど難しいわけじゃなかった。教科書レベルなら群数列も結構いけるかも。その調子だよ。それじゃあ今日はここまでだよ。ありがとう、りっかちゃん。どういたしまして。バイバイだよ。
バイバイキーンパイパイタオパイパイ。